葉様もお部屋にはおられないようです。やはり町の方に向かわれたのでしょうか。そのようですね。もうお二人とも体調が芳しくないのにご無理をなさるんですから。夏場ですし、四季様が貧血気味なのは知っていましたが、秋葉様も夏風邪でしょう。え、いえいえ、四季さんはいつものことですが、秋葉様は逆ですよ。逆、ま、ここで心配していても始まりません。私たちのお仕事はお屋敷の手入れとお二人の健康を守ること。つまり。承知しています。職務からは少々逸脱しますが、私たちも町に向かい、陰ながらお二人をお助けいたしましょう。おやおや、四季さんはともかく、秋葉様はちょっと違うんですけど、ま、楽しそうだから黙っているとしましょうか。軽くお仕置きといきますか。ラウンド1ファイト。まだまだ。姉さんいつもの、姉さんいつもの、せい、私怒ります。パーフェクト。満足いただけたら、ね、ということ。お客様をお帰りです。ええ、勢いをつけるにはちょうどいい相手でした。では行きましょう、翡翠ちゃん。しかし、なぜシエル様がここに。見逃して。失礼いたします。くれないよね。ラウンド1ファイト。姉さんいつもの、姉さんいつもの。姉さんいつもの。どうしよう。姉さんいつもの、姉さんいつもの。アンハピヒスイルー。ごめんなさい。あなたはリベンジ。怒りました。姉さんいつもの。アンハピヒスイルー。ご放置推奨ハーク。行くわよ、姉さん。姉さん、怪我はありませんでしたか？大丈夫よ。けど、今回はちょっとやばかったね。はい。姉さんもお疲れ様でした。やれやれ。開始します。一度しかない命を。ラウンド1ファイト。行くわよ、姉さん。女中さんを侮ってはいけません。何しろ私たちはあの秋葉様のいじめに日夜耐えているんですからね。翡翠ちゃん、姉さん、また後で怒られそうな発言。と、ここは空港ですか。ずいぶんと遠くまで来ちゃいましたけど、翡翠ちゃん、道、こっちで合ってるんですか？迷いました。え？姉さんが迷いました。四季
様らしき人影を高層ビルで見かけたと情報を手に入れたのだ。私のせいですか？確かに赤信号に10連続捕まってこうイライラしてアクセルターンとかかましましたけど、基本近道になったはずです。赤信号にぶつかるごとにターンするのはどうかと。大丈夫。道に迷った時は人に聞けばいいんです。ほら、ちょうど人がやってきました。君たちは善良な市民ではないようだな。特にそちらの着物の方、見るからに怪しい。手洗いが話を聞かせてもらうか。あ、いえ、なんでそういう流れになるんですか？唐突ですが、私的には納得のいく流れかと。姉さんは日頃の行いをもう少し改めてください。ラウンド1ファイト。ミラネイド、インパクト！よいしょ！短距離！ミラネイド！インパクト！いい放題！えい！突破する！はっ！えい！はっ！はっ！はっ！えい！パーフェクト！ごゆっくりです。チャンネルはそのままです。無事ですか、姉さん。何かいいパンチがお腹に入ったようでしたが。適応しすぎちゃん。たた今の方、琥珀的に苦手です。お掃除、開始しましょう。ラウンド1ファイト。えい、有効的。えい、こちらですの。えい、これくらい。戦いは終わりました。姉さん、この方の手当てをお願いします。え、まあいいですけど。翡翠ちゃん、こういうのはもっと駆け引きをしてからやることでしょ。私でよろしいのですか？引導を渡してやる。ラウンド1ファイト。ゴーです。よっしゃ。もう一度行きます。続けろ。ゴーです。えい。は？は？えい。は？もう怒りました。ゴーです。再開です。は？は？えい。えい。は？は？行くわよね。出番あるね。は？えい。飛ばしてきた。えい。うん。パーフェクト。満足いただけたら。やりました。姉妹の絆の勝利です。人間やってやれないことはないんですよ。姉さん、これはやりすぎです。失礼いたします。高速思考展開。ラウンド1ファイト。えっ、人型の器というのは不便なものだな。ラウンド1ファイト。気の利くマウンド。お
なんか怒るがよい。行くわよ、姉さん。出番あるね。行くわよ、姉さん。退治するだね。そりゃこちらだ。ミラメイド。なんか怒るがよい。踊るがよい。くれてやる。マイルド。マイルド。捕まえたぞ。もう一度やる。ほう。耐えきっていい。行くわよ、姉ちゃん。出番あるね。退治するだね。再開です。落ちたぞ。ゲイオン。パーフェクト。はい、スイちゃん。勝者の一言。勝利の部位です。あなたたち、また懲りずに私を追いかけてきたのね。悪いことは言わないから、怪我をする前に帰りなさい。申し訳ありません、秋葉様。使用人の分を超えたことだと承知しております。ですが、お二人の体調が優れないと聞いて、じっとしていることもできなくて。え？体調が悪いって、私が？そんなわけないでしょ。バカ言わないで、翡翠。調子が良すぎて逆に困ってるぐらいなのよ。はい、ですからそれが芳しくないんです。秋葉様、四季さんはこの霧に当てられて貧血になってますけど、秋葉様の場合紅葉すぎて踏み外しそうなんじゃないですかって。へへん、もしかしてもう何人か手ごめにしちゃった後だとか。え、そんなことはないけど。ちょっと気力が充実していて、気を抜くと歯止めが効かなくなるだけよ。別にあなたに心配されるような状態じゃないわ。怪しいですね。秋葉様、実は自覚あると見ました。大野家のため、ひいては最後に被害を被る四季さんのため、ちょっと身体検査をさせていただきますね。必要ありません。帰りなさい、琥珀。それ以上近寄ると怒るわよ。確かに秋葉様の様子はおかしいですね。姉さんがたまには名推理です。ラウンド1ファイト。あれだけ暴れられてまだ力を残しているとは。早く止めないと大変なことになります。よくもやってくれたわね、二人とも。減給は当然として、その体も残った有給もコッパみじんになる覚悟はあって。ちょっと待った、意義ありです。今まで有給なんて使わせてくれなかったじゃないですか、秋葉様。姉さん、その話は後に。秋葉様、これは一体どういうことなのですか。まさか四季様は。兄さんの居場所ならこっちが知りたいぐらいです。せっかく肩を倒してパワーアップしたのに、肝心の兄さんがいないなんて。東大元暮らし、四季さんはお屋敷の地下でゆっくりお休み中ですよ、秋葉様。なんですって。琥珀、あなた。秋葉様が怪しげな霧にたぶらかされそうだったので先手を打っておいたんです。今の秋葉様と出会ったら四季さん昔の四季さんに戻っちゃいますからね。兄弟に殺し合いなんかしないよう使用人として手を尽くさせていただきました。すがに琥珀、
真っ先にあなたを黙らせておくべきだ。姉さん、秋葉様が良くないものに疲れていると知っていたのなら、まず秋葉様をお助けするべきだったのでは。無駄よ、翡翠。琥珀にそんな常識を期待しちゃう。この女はね、楽しければ何だっていいって性格なんだから。そんな誤解です。秋葉様、秋葉様に取り付いたあたりは力ずくでないと取り除けないと知って、私は。いい機会だから、私が悪役になるまで放置して思いっきり叩いたり蹴ったりしたかったかしら。ギゲ、バレてる。そんな秋葉様ったら、たたりの影響で独身術までマスターしちゃうなんて、ますます人間離れしていきますね。キャー。ふふ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 。こちらの方です。覚悟なさい琥珀、今日こそ白黒つけてあげます。姉さん、巻き添えです。ラウンド1ファイト。様も元通りで、町の平和も守られました。申し訳ありません、秋葉様。後ほど姉さんと一緒に謝りに行きますか。と、そういうわけだったんです。四季さん、すべては町の平和のため。後で怒られると分かっていながら、私は心を鬼にして秋葉様で遊秋葉様にシンクを持っていただいたんですよ。ああ、いや、まあ、やり方に問題があったみたいだけど、終わり良ければ全て良しとも言うし、いいんじゃないかな。誰も犠牲者は出なかったんだし、二人とも無事帰ってきたんだし。それで、翡翠、秋葉は？はい、今もお部屋でお休みになっておられます。あと半日もすれば目を覚まされるから。そっか、秋葉も無事なら文句のつけようがない。まあ、秋葉が起きたら大変だろうけど、3人がかりならフォローできるかな。さすが四季さん、話がわかります。四季さんが協力してくださるなら、永久凍土並みに過酷な秋葉様も一撃です。そうですね、もしかしたら逆に喜んでくれるかもしれない。そんなわけで事件解決で、聞いてください、四季さん、秋葉様ったら。はあ、まあ、二人が楽しかったのならそれでいいのかな。